ほら、ほら、噛みついてきた、今。この噛みついたのがね、感じますね。バクって、ほら。はい、こんにちは、サロメでございます。本日はですね、まあ、サムネの通りなんでございますけれどもね、もう冒頭ですね、マムシの映像をね、お届けしたと思うんですけれども、もう先日ですね、山にね、行ってきまして、ヘビにね、もう相当遭遇しましたね。8回ぐらい遭遇しましたね。はい、その中で、まあ、いろんなね、ヘビに遭遇しましたけれども、ヤマカカシ、シマヘビ、アオダイショウ、そしてマムシ、これね、マムシ3回 そんな感じでございましてね、まあ、その3回中の1回の映像が冒頭の映像なんでございますけれども、まあ、相当数ヘビに遭遇しましたんで、これ今のね、ヘビのね、これ活動するこれ時期なんですね。今9月なんでございますけれども。まあそういったことでございましてですね、これヘビのね、動画ということで、今回ね、出していこうと思うんですね。で、これ私ですね、まあヘビ、まあ私長年の登山経験の中でね、まあいろんな、まあヘビのね、まあいろいろ、まあそんな感じで、ね、ヘビに出くわすってことはまあ普通に当然なんでございますけれども、もともとですね、私小学校の頃ね、そういったヘビでございますね、山かかし、なんかもね、飼ってた経験があるんですよね。そういった感じで、ヘビ好きだったんですよ。で、だったってことで、今はね、なんか大人になってね、ヘビ、あんまりちょっとこうね、気持ち悪くなっちゃったような感じでございますけど、まあ昔はね、好きで自分なりにね、こういろいろこうヘビについて勉強してたね、部分も、まあたまたまあったもんですからね、改めまして、まあ毒ヘビとかね、まあそういったものに、まあ噛まれた時の対処法であったり、まあ噛まれないための予防であったりですね、まあそういったものも含めましてですね、徹底的にね、ヘビの解説をね、してまいりたいと思いますので、最後までですね、ぜひご視聴していただければと思うんですけれども、まず、日本にいるね、まあ、本州にね、いるヘビということで限定してお話をさせていただきたいと思いますけれども、8種類でございますね、本州にいるヘビということで、でその中でも代表的なのが、先ほども言いましたように、アオダイショウ、シマヘビ、ヤマカカシ、マムシ、この4種類でございますね。これはね、本当にね、多くの方が見ると思いますけれども、その他にもね、4種類いるんですね。ジムグリ、ヒバカリ、シロマダラ、タチホヘビということでございまして、これらの4種類のヘビはまず、これはね、夜行性であるっていうこともあったり、あとはまあすごく小さいんですよね。そういった部分もあったりするんで、ほぼね、山で見かけるっていうことはね、ないと思います。で、いてもね、まあ、気づくことがなかなかないと思いますよね。まあそういった状況でございますよね。で、今回クローズアップしていきたいのが、その8種類の中でもマムシとヤマカカシ、これがですね、本州にいる2種類のこの毒ヘビだと言われておりますから、この2つをね、まあ徹底的にですね、本日ね、解説していきたいと思うんですよね。で、まず、毒蛇の代表格といたしましてですね、マムシでございますけれども、まず体長が40センチから60センチということで言われておりますね。で、体の色でございますね。これはまあ冒頭のね、動画でもありました通り、褐色でございますね。あとは、まあ、すぐマムシだってわかるのがですね、顔のね、形がこう、三角なんですよね。頭が。そして、体自体もね、なんかね、こう、どちらかというと、ツチノコみたいな、こう、ずんぐりむっくりね、したようなね、こんな、太く短いみたいな、イメージなんでございますよね。まあそういったのがね、マムシの特徴でございますね。そして、生息場所なんでございますけれども、もうね、いろんなとこにね、マムシはいます。もう平地からね、もう山の ね、ある程度、高山地帯までね、いるって言われておりますから、本当にね、比較的本当にどこでも おりますので、まあ注意がね、必要でございますね。で、春とかね、秋っていうのは昼間にね、活動するって言われているんですよね。で、夏なんかは暑いじゃないですか。そうすると、夕方からですね、深夜にかけて、この活動をね、
していくっていうことで、この温度によってね、使い分けてマムシもですね、活動をね、変えていくというような状況でございますね。そしてですね、動作がね、これ注意なんですけどね、マムシって遅いんですよね。なんでこれ本当にね、人がね近づいても逆にこう逃げないパターンがあったり、あとは間違ってですよ、あのマムシ踏んづけちゃって、でそこで刺激しちゃって噛まれるみたいなことがね、これ多々あるんですよ。で、これが一番注意でございますね。まあ、通常だと、マムシからですね、襲ってくるってことはまずありませんから。ですから、そういった、本当に、もう本当ね、マムシってね、おもむろにね、登山道の真ん中に普通にいたりしますからね。で、本当に、まあ、逃げてくれればいいんですけどね、逃げないパターンも中にはあるんで、まあ、そういった状況でございますね。それが一番注意。そしてですね、マムシの毒の話をしていきたいと思いますけれどもね、これ出血毒って言われてるんですけれども、マムシにですね、こう噛まれますとね、まあもちろん出血をするんですけれども、この噛まれたところの皮下出血と、この激しいね、まあ痛みでございますよね。そして腫れていく、ね、もうそういった感じでございまして、もうマムシに噛まれると本当に、例えばですけれどもね、指先を噛まれるという状況になっても、もう手丸々もう腫れ上がっちゃってね、まあそういった強力なね、あの反応がマムシの毒っていうのはね、あるって言われてますね。あとはそれだけじゃなくて、マムシに噛まれますとね、発熱、熱が出ちゃったり、あとは悪寒ですよね、寒気でございますね。あとは吐き気、そういったものも現れるって言われておりますね。で、マムシ、本当に注入量ですね、毒の注入量バクッと、もろにね、入っちゃった場合なんかでいきますと、これ血圧がですね、これもう落ちちゃって、そしてショック状態になっちゃってね、本当に急性腎不全とかというような感じで、もう重症にね、陥るっていうことでね、言われて、そういったケースもね、言われておりまして、件数的にはそんな多くないんですけど、まあ、あるということで言われておりますね。で、もう今ね、毒の話しましたけれども、マムシの致死率ですね。どのぐらいの割合でですね、マムシに噛まれると死んじゃうのかということでございますけれども、まあ、いろんなね、書面があるんでございますけれども、まあ、大体でございますけれども、死亡率低いですね。1% 未満ということで、まあ、いろんな、どの書物にも、まあ、その 0.何% っていうのが多いんで、まあ、そんな感じで、まあ、ほぼ、マムシに噛まれて死んじゃうっていうことはないと思いますね。はい。なんで安心して、まずはね、いただければと思うんですけれども、まあ、そういった状況でございますね。そして続きましてですね、山かかしの話をしていこうと思いますけれどもね、大きさが60センチから120センチということで、マムシよりもね、大きいですね。で、体色でございますけれども、赤茶色であったりね、結構赤みがね、帯びたようなね、結構ね、こうね、毒々しいね、色をしてたりしますよね。あとは、住んでるね、土地なんかにもよるんでございますけれども、ちょっとね、緑色が主体のね、赤みがないね、緑色が主体のパターンのね、山かかしも結構おりますから、まあそういった感じでございますね。で、毒性なんでございますけれども、これ山かかし、私が小学校の頃は、もう私山かかし飼ってたってね、冒頭言いましたけれども、そのようなレベルなんですよ。ですから、毒がね、ないって山かかし言われていたんですよね。で、今は毒がもう猛毒があるって言われてるんですよね。で、それなんでかっていうとですね、通常マムシとかそういったヘビって相手のね、攻撃をしますよね。そうすると、バカって前歯でね、引っ掛けて、そしてそこに毒をね、注入して、ね、相手を攻撃していくっていう習性がね、まあ、マムシとかハブとか、まあ、代表的なコブラとかね、まあ、そういったパターンじゃないですか。ただこのヤマカカシっていうのは違うんですよね。ここには毒がないんですよね。ですので、ね、私は小学校の頃山かかし飼ってて、普通にバクバク噛まれてましたからね。で、私は毒がないからっつって、余裕余裕なんてね、痛えな、みたいな感じでやってましたけれども、いや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 、そんなあれじゃなくて猛毒。これが山かかしがバクッとこう奥までね、入った場合ですよ。奥まで入った場合には、奥歯に、猛毒の、ね、があるって言われてるんですよね。その毒がですね、このマムシの毒の3倍って言われてるんですよね。
ハブの毒の10倍って言われてるんですよね。そのね、毒の数値もね、後で数値化してですね、ちゃんとデータ出しますので、まあそういった状況なんですよ。ですから、致死率も自然的にもう上がってきますから、結構やばいって言われてますね。で、ヤマカカシに噛まれますとですね、基本的にマムシに噛まれると先ほどお話ししましたようにですね、もう噛まれて猛烈に腫れ上がって痛くてね、そういった本当に噛まれたっていうね、状況になっちゃうんですけれど、ヤマカカシに噛まれてその毒がね、回りますと血液中にね入っていきますよね。それで傷口自体はそんなに腫れ上がるっていう感じじゃないってことなんですよね。で、血液中に入って、でその血液が固まってっちゃう、血液の凝固作用があるって言われてるんですよ。そうなってきますと、まあ要は医療用語でね、血栓って言いますよね。で、血栓をが形成されちゃうわけですよ。そうすると、まあ血栓がね、こうぐーっといって脳なんかに詰まっちゃってね、脳内出血とか、まあそういった死亡例もね、多くね、報告されているって言われておりますし、その他にもですね、噛まれた患部の血がもう止まりづらくなっちゃう、そんな感じになっちゃったり、あとは歯茎、あとは肺でございますね。そういった毛細血管からもう出血ね、したりするっていうことでね、まあ、出血止まんなくなっちゃうみたいなことも言われておりますので、まあこれ明らかにですね、マムシよりもね、致死率は高いということなんでございますよね。そしてですね、この致死率のね、話なんでございますけれども、致死率、ヘビの致死率っていうのは LD50 っていうね、ものなんでございますけれども、半数致死量っていうことで、毒性を出しているんですよね、数値化して。で、その LD50 についてですね、ご説明していきたいと思うんですけれども、こちらね、もう数値出します。こんな感じでございますね。で、LD50 っていうのはですね、この動物実験をね、まあ、するわけでございますよ、数値化出すのにね。そんな時にですね、その半数が死亡する体重1キログラムのですね、容量を言うんですけれども、その中でこの単位がミリグラムパーキログラムで出しているんですけれども、要はヘビ毒のですね、毒性を比較する場合に、このいろんなね、皮下注射をして、それをね、LD50 は割り出すって言われているんでございますけれども、これ数値がですね、これ小さいほど毒性は強いってね、言われているんですけど、第1位が、ね、ヤマカカシでございますね。昔はね、毒がないと言われていたヤマカカシ。これが LD50。5.3 ミリグラムパーキログラム。ということでございます。そして第2位がマムシでございますね。これが LD50-16 ですね。なんでヤマカカシの3倍、そしてハブ、これがですね、 LD50 が 54mg パーキログラムになっておりますから、まあ、10倍ということになっておりますよね。ただね、私はこれ改めて今回のこの勉強をするときに、ハブの方がね、毒性低いんだなってね、改めてこれ分かったわけなんでございますよ。ただ、これハブっていうのは体長が大きなもので2メーター以上になりますから。そうすると、まあ毒性はマムシよりも低くても、この毒の量っていうのはハブ、ね、マムシの量よりもバコッと出るんですよね。ですから、これまあ一概にね、まあこれあくまでもこれ毒性の話なんで、まあ本当にハブはもうでかいんで、まあ毒がいっぱい出ますから。まあそういった部分で、まあハブも本当に猛烈にね、危険ですよということでございますね。で、今度はですね、このヘビに噛まれないための予防対策ね、どういったことで予防していけばいいのかということでございますけれどもね、まず第1位に、こう肌をね、露出した格好ではね、絶対に登らないってことですね。まあ要はもう下半身ハーパンはね、危険でございますよね。まあそんな感じでございまして、ですから私は、まあ、ハーパンで登るときはもちろんありますけれども、ハーパンで登るときはちゃんとまあタイツを履いて、その上から膝下のね、とこはちゃんとカバーできるようにスパッツをね、履いておりますから、まあそういったもので対応していただくということでございまして、あとはね、登山道以外ですね、そういった私まあ入っちゃってますけどね、普通の登山道以外にはやっぱりそういったヘビにね、遭遇する確率、あとはまあ別に動画上げてますけれども、蜂とかね、そういった別のね、部分もありますんで、地鉢なんかにもね、遭遇する可能性がちょっとリスク上がりますから、まあできればですね、登山道以外はもう入らないと
ということがこれね、鉄則になっておりますね。あとは、まあ、遭遇してしまったらでございますね。これね、基本的に、蛇にね、遭遇してしまっても、蛇って、どんな蛇も基本的には逃げていきます。特に、山かかしは、もう一気に逃げていきますから、まず、山かかしから、襲ってくるってことは、もう 100% と言っていいですね。私の今までの人生の中で一度もないですね。まあそんな感じで、もうすごくスピードも速いですから、逃げていきます。はい。まあそんな感じでございますね。そして、マムシ。これはね、先ほども申しましたように、すごく動きがね、緩慢と言いますか、本当におもむろに登山道にぼーっとね、いたりして、踏んじゃう可能性もゼロじゃないんですよね。ですんで、まあそんな時、なんかね、マムシがバーっていたと。で、逃げないと。で、マムシもちょっとね、興奮しちゃうと、もう、バーってもう、動画の通りで、向いてきますから、こっちに。この状況になっちゃうと逃げなかったりもするもんですから、まあそんな時には、まあストックがね、皆さんあれば、ストックでちょんとやれば何でもない話であったり、あとは木の枝でね、まあそういった棒でやれば何でもない話ですね。そうすればちょんちょんってやれば逃げていっちゃいますから。あとはそういったものももしもないというんであれば、ちょっと石、ちょっとね、ポンと投げてあげれば、刺激してあげればね。まあ、大体は逃げていきますのでね。まあそんな感じでございましてね。まあ、基本的に、まあ向こうから積極的にブワーって来るってことはありませんから、まあ、基本的にね、ご安心していただければと思いますね。そして、蛇に噛まれた時の対応でございますけれども、基本的には、苦血でございますね。例えば、このね、指先が噛まれたとしますよね。そんな時には、苦血をするのに、まあ、苦血、血を止めるわけでございますけれども、ここ、苦血しても、そんなに意味がないんです。で、それなんでかっていうと、骨がですね、ここの前腕部分には、頭骨と尺骨って言いまして、骨がね、2本通ってるんですよ。ですから、ここね、こうやって圧力をかけても、血がなかなか止まんないっていうことがあります。では、どこをね、止めればいいかっていうと、この上腕動脈っていうのが、ここに1本通ってるんですね。で、上腕っていうのは、ここに、骨が1本です。ここは1本の2本でございますから。で、1本のところの上腕の骨を押さえてあげると、本当に簡単に血が止まります。止血ができます。ですので、基本的には、まあ、ここですね、上腕の部分に、ね、苦血体、医療従事者の方はね、苦血体あると思うんですけれども、苦血体皆さん方はきっとないと思うんで、そんな時には、ロープをね、ぐるっと巻いて、ギュッとね、縛るみたいな感じで、あったりってことで、苦血をしていただく。あと、足もね、一緒でございますから、足の膝から下はね、頸骨と腓骨って言いまして、骨が2本通ってますので、そうすると、まあ、膝の上であったり、あとは、鼠径ですね、股のコマネチ部分ですね。そこにも、太いね、動脈が通ってますね。そこをね、ぐっとこう、なんか、押さえていただくみたいな感じで、まずは、苦血をしていただいて、で、まあ、例えばですけれどもね、まあ、ここを噛まれましたということになると、これを思いっきり、ぐーっと絞るんですね。この絞ることが、結局ね、重要だって言われてます。毒をね、出してあげる。すぐ絞る。ね。そして、絞って、たらば、まあ、消毒ですね。マキロンみたいなもので、消毒をしてあげる。まあ、消毒用エタノールなんかもね、今、ね、コロナで皆さん携帯用で持ってると思うんですけども、そんなものもね、シュッシュッってやってあげれば、ね、消毒になってだいぶ違いますから。あとは、ポイズンリムーバーっていうね、アイテムもあります。これはね、後で専門的に動画上げようと思いますんで、まあ、別の動画でね、かなり今も尺長くなっちゃってると思うんで、これはもう完全にそのポイズンリムーバーのね、使い方みたいなのもね、専門的に挙げますから、それはね、それで見ていただければと思うんですけれども、まあそんな感じでございます。で、最終的にしっかりね、洗っていただいてということで、で、早急に医療機関に受診していただくというような状態でございますね。そういったことでございましてですね、本日は、まあ、蛇にね、噛まれた時の予防法と対応方法ということでね、まあ、徹底的に、まあ、私の今までのね、経験でお話をさせていただきましたけれども、最後にね、先日のマムシのですね、私のね、動画、これね、もう一度、徹底的にこれ見てください。本当にマムシってね、もうこういった状況になりますから、
本当にね、バッチバチに、登山のストックにね、バッチンバッチン噛まれてるね、噛みついてくる、マムシのね、映像を見ていただきまして、蛇の怖さというものもね、改めて皆さんね、共感していただきましてですね、本日の動画は以上になります。はい、マムシがいましたね、マムシが。マムシでございますね。はい、そんな感じで。ちょっとゆっくりね、近づいてみましょう。OK。うわー、トグロを巻いてますね。わかりますかね、これ。これでございます。でね、今ね、このマムシの生態なんですけど、後ろにほら、ガラガラヘビじゃないんですけどね、尻尾をね、シューっつってね、これ怒ってますよね。で、これちょっと噛みついてくか。ほら、あ、噛みついた。ね、ちょっと下に行ってみよう。OK。マムシ。ほら、怒ってる。怒ってますね。ほら。あー、来ましたね、また。今、噛みついてきましたね。ほら、噛みついてきた、今。この噛みついたのがね、感じますね。バクって、ほら。バクってって。あー、すごい。あー、まあちょっと怖いんでね。まあいいや。行きましょう、もう。またですね、私にご質問、ご相談ね、何でも結構でございますんで、何かね、私にご質問あればね、深いこと考えずにですね、何でも結構でございますんでね、コメント欄の方にコメントをお待ちしておりますので、もう本当にね、視聴者の皆様方にこのコメントをいただけるということがですね、このね、同心チャンネルもね、今後も盛り上がっていきますのでね、ぜひ、コメントによるですね、ご支援のほどよろしくお願いいたします。最後まで見てくださったあなた、これも何かのご縁でございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。